6月20日月曜日、いなべ図書館で、図書館で健康づくりと題した在宅医療がテーマの講演会がありました。これは図書館を利用することで健康につながるような仕組みを作っていこうと、いなべ暮らしの保健室といなべ図書館が開いたものです。講師は大安町にあるどんぐり診療所の平山正志院長。まずは訪問診療の始め方として、自力で通院できない75歳以上の人の場合、月に2回の訪問で月額8000円から始められると説明がありました。また、加齢や病気で思うような生活ができなくなったとき、自宅で治療しながら過ごしたいと思う人が多いことや、これまで寄り添ってきた患者の紹介もありました。在宅医療のメリットは、患者が住み慣れた空間で自分らしく過ごせることです。状態に応じて月1回から4回程度の訪問診療を行いますということで、悪くなった時だけ行くんじゃなくて、普段からもう月曜日毎回行きますねとかですね、予定を決めて行かせてもらいまして、調子のいい時、がんの末期であっても症状を和らげる薬を投与するなど、病院と同じ処置が自宅でできるそうです。あと家族さんにとってはやっぱり介護は大変なんですよね。やっぱりもうすごい疲れるんですけど、その分患者さんとその死にしっかり向き合うことができるので、最後の心から最後のお別れがしっかりできるという、後悔が少ないんじゃないかなというふうに。さまざまな医療機関などと協力して心地よい自宅での療養生活が送れるよう、患者やその家族を支援しているどんぐり診療所。訪問診療や在宅医療についてはご覧のところまでご相談ください。